こんばんは、ゆきまるチャンネルです。何それ？もうエフェクトをね、今考えてる。水色と黄色と赤かな。キラ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 ー。色の指定は受け付けておりません。ガクーン。はい、今日は何をする感じですか？はい、今日はですね、あの、はい、クロマトさんがまた親切な方で、はい、私がそこにあの壁に貼る、はい、画鋲がないって言ったら、はい、あの楽天で調べてくれて、はいはい、それを私があの購入して届いたので、はいはい、つけます。ついに壁に絵を飾る時が来たわけですね。はい、ピーちゃんもテンション上がってますね。これはパパさんの役目です。はい、お願いします。なぬママさん、ちょっと絵出してもらっていいですか？はい。これどうやってつけんだろうね。今初めて見るんですけど。パパさん、はい、これってもしかしてまた閉めたんですか？そうですよ。念のためそうですか。絵を出すところからスタート。もう一回あの感動の再開しなきゃいけない。ちょっと抜けないんだけどそれはいいんだけど、はい。あとそこにうんちしてるから気をつけて。あ、また逃げた。逃げてた。ピーちゃん今床の方に逃げてしまいましたね。はい。ちょっと撮影できてなかったけど、とても軽やかな着地をしておりました。はい。素晴らしい。ピクチャーパーフェクト。とりあえずこれをね、うん、全体の高さ3分の1になる位置になる位置にブラケットつけますって書いてるんですよ。はあ、どこだろう3分の1って。切るかな、切るかな。とりあえずこの辺ですか？3分の1って言ったら。そうじゃない、しかし測んなくていいの。だいたいこの位置がほら同じぐらい、うん、ちょっといきましょう、うん、ねじ込みます。はい、にょねじ込む。すごい、手で穴開けてる。ちょっと電動ドライバーで開けた方がいいかもしれないね。そうだね。まあとりあえずここにこうやってアタッチメント、うん、つけて、でこれでなんかこれでパーンってそこにつけて、これがパーンってはまるみたいですね。そうなんだ。そうってことはだよ、打ちつけるなんかハンマーが必要ですね。そうですね。ハンマー持ってないんですよ。どうするの？まあ、とりあえずもう一箇所設置しましょう。あ、飛んだ。はい。ひとまずですね、これ裏側がね突起になってるんですよ、うん、これで一回押し付けて位置決めをしなきゃいけないらしいです。突き刺して壁にね、うん、位置決めをするというところでございますね。これも意外と大変だね飾るってなるとね。回転させて固定します。回転させて固定しますって言うけど、回転しても固定しない。で水平器がついているので、だいたいどの位置にするかちょっと見てくれ。はい。このぐらい？もうちょっと高い方がいいね。このぐらい？もうちょっと。すごい高いね。いや普通それぐらいでしょう。こんぐらい？いやもうちょっと下。極端だな。うん、その辺。あの壁真ん中来てる。壁真ん中来てる。これさ、一人に水平当てらんないわ。どうする？ちょっと一回ママさん撮影を切って当ててほしいんですけど。はい。これで水平器を当てて、いやいや。左を上げる感じですね。上げすぎだね。これぐらいじゃない、うん、でこの状態で印をつけるとドーンって跡がつくか分かんないよね、ぶっちゃけね、うん、あでもいい感じじゃないですか。しっかり外してみますか。いい？よ。分かんねー。分かんないじゃん。問題だね。
かなかの問題ですよ。どうすんの？もう一回設置しよう。なかなかの設置に時間がかかるタイプですね。いやちょっとこれ外して一回ボールペンか何かで印つけないと分かんないね。ちょっと一回いいですか？うん。もうなんかさ壁紙がボコボコだから印ついてもついてなくても分かんねえよ。うん。トラップこの辺にしておきますか。ボールペンが出ない。何もちょっとこっち。次はこっち。いやもうすでにここだか分かんないな。まあいいや、一個一個やりましょう。じゃあちょっと壁紙がボコボコでこの小さい突起じゃ全然模様がつかないんで印が分かんないので、もう片方だけ先に打ち込んでそこから調整していきましょう。はい。これあれですね、ハンマーがなくてもこれ貫通ドライバーなんでそのまんまやれば OK かもしれません。はいはい、紆余曲折ありながらなんとか調整に成功しました。さあついにママさんがかけるシーンですね。ママさん大丈夫ですか？なんか怪しいですね。ん？はい、できました。かかりました。はい、不器用なんですいません。はい、ついにコロマスさんのね絵がうちの居間に飾られました。ちょっとギーちゃんと並んでみるか。これギーちゃん。なんかちょっと若干警戒気味。おお、すごいね。並んだね。逃げてる。本当あれだよね。怖がりだよね。怖がり D ちゃん。どう、あ、でも見てる。絵を見てる。観察してる。うん。でもこっち見てる。いやでもなんかすごい素敵、うん、並んでるとなんかほんとそっくり。いやー黒本さんありがとうございます。はい、じゃこんな感じでね、はい、終わりにしましょうか。はい、はい、この動画が良かったらチャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。はい、各種 SNS もやっておりますので Twitter、Instagram、TikTok のフォローもお待ちしております。では次の動画でお会いしましょう。じゃあねー。